都会に疲れた男が一人、今日も電車に揺られてこの地に降り立つ。心を癒す風景と気持ちを満たす地元飯、そんな彼の日常の中の非日常を誰が呼んだか、日本旅ごはん。今回は越前鉄道あわら湯の町駅に降り立ち、旅先案内人田島さんとの待ち合わせ場所へ。駅のすぐそば、湯の町広場に足を伸ばす。こんにちは、お待ちしてました。今日はですね、あわらにすごく関係のある藤野源九郎さんという方がいまして、ちょうどここに像があるんですけれども、でまた後ろに記念館もありますので、今日そちらを一緒に見てみましょう。こちらへどうぞ。藤野源九郎といえば、中国の偉大な作家魯迅とゆかりが深いことで知られる人物。その記念館があったことは知らなかった。はい、こちらどうぞ。藤野源九郎先生と魯迅の銅像になってまして、ご存知の方も多いと思うんですけれども、魯迅は中国の作家で、若い頃にもともと作家を目指していたのではなくて、医者になろうと思って日本に留学していたそうなんですね。その時に、藤野先生に教わっていて、後々作家になってからも藤野先生という作品を書いているほどもずっと尊敬していたそうです。藤野源九郎は現在のあわら市下番に生まれ、その後仙台の大学で教鞭を振るった。この時に魯迅と出会い、絆を深めたという。こちらがですね、魯迅が書いた藤野先生という作品の原稿のレプリカになります。この作品が出たことによって、藤野先生が世の中に知られていったということで、すごく重要なことだったのかなと思いますし、それだけ魯迅はやっぱり藤野先生のことをすごく慕っていたっていうのをちょっとやっぱ感じますよね。国籍や立場の違いを超えた2人が互いに尊敬し合い、絆を深めていく姿から、現代に生きる私たちは多くのことを学べるだろう。館内には他にも藤野先生が使用していた医療器具や2人に関する資料などがたくさん展示してある。さらにこの奥には、はい、こちらはですね、藤野先生が晩年に過ごされていた、住居兼診療所になってまして、もともと別の場所にあった、この建物を、この場所に移築して今現在に至ってます。ちょっと昔の家の雰囲気っていうのが分かるので見てみましょう。昭和58年、あわら市と魯迅のふるさとである中国浙江省長江市は友好都市を締結した。二人の絆が多くの人の感銘を呼び、日中友好の架け橋となったのだ。今日は藤野先生についていろいろ知っていただけたかなと思います。また他にもいろいろありますので、一緒に見ていけたらなと思います。今日はありがとうございます。こちらで失礼します。今はただ作品の中でのみ生き続ける藤野先生、一度お会いしてみたかったものだ。そんなことを考えながら、今日の飯に向かうとしよう。今日の旅ご飯は、少し日も暮れてきた時分なので居酒屋つまみな、ここでちょっと一杯いただくとしよう。こじんまりとはしているが、新しくて綺麗な店内。ここは一つカウンターへと。さーて、メニューは、なるほど、こっちが飲み物で裏が食べ物。まずは飲み物だな。数が多くて悩んじゃうけど、寒い冬にはやっぱり日本酒がいいんじゃないかな。飲み物何なさいますか？悩んじゃって。日本酒とかどうです？地酒いいですよね。飲み比べ3種っていうのがあって、この中から選んでくれればいいんですよ。うん、
じゃあお任せで。お任せ、了解です。北陸三県の地酒が揃っていて飲み比べができる。これは温泉に来た旅行客には嬉しいメニュー。今日は一杯のつもりで飲んで、いつの間にやら三種類飲み比べ。楽しみ楽しみ。はい、お待たせしました。はい、いますね。こちらが一本木辛沢辛口ですね。あとこちら花垣の米しずくで、こちらは福井県の2つお酒です。こちらが立山富山県のお酒になります。はい、どうぞ。福井の誇る地酒2種類と富山の酒、飲み比べて違いが分かるもんだろうか。さて、まずは福井勝山の酒一本木。うん、これは爽やか。口に含んだ瞬間、清涼なフルーティーさがあり、それでいてすっきりとした辛口だ。次は大野の花垣、芳醇な香りと甘み、その後すっと切れていく辛み、うまい。最後は富山の立山。これは滑らかな口当たり。後味に米のうまみと爽快な辛さが残る。どれもうまい。はい、お待たせしました。ラッキョです。はい、お地元のラッキョ、三年もので三年後と呼ばれる小粒なラッキョ。シャキシャキとした歯ごたえで、ラッキョウの独特な臭みもない。こちらは鷹の爪でピリ辛な味付けがされているので、酒のあてにはたまらなくうまい。さらにオーダーした酒の魚、赤ウインナーはダイレクトなネーミングに惹かれてしまった。居酒屋で出される赤ウインナー、なんかうまそう。そしてこちらの柔らか筋に、隠し味の味噌が柔らかく煮込まれた牛すじのうまみを引き出している。お店の人気メニューの一つ。普段ビールという人も少なくないかもしれないが、せっかく温泉地に来たなら、こういうお店でしっぽりと日本酒をいただくのも悪くない。締めは福井の名産へしこを使ったへしこ茶漬けをいただく。うまい酒にうまい飯、あわらに足を伸ばしてよかった。そんな至福のひとときを今回も堪能させていただきました。地元で愛される場所、人、飯、ありきたりな旅では出会えない、そんな日常の中の非日常。誰が呼んだか、旅ごはん。今日もごちそうさまでした。